臨床寺は、愛知県春日ガ市銀島町にある、臨在宗明神寺派の寺院である。臨在宗明神寺派随雲寺末、薬師山臨床寺と呼ぶ。創建年月は不明だが、慶安2年慶ースが再び盛んにしたと伝えられている。本尊は十一面間ゼオン菩薩である。境内には、薬師堂があり、安山薬師如来が安置されている。明日は、旧10月8日で、 五会長は五十年ごとと言われる。妊婦の安産祈願をするために、下市場、堀の内、熊野、新寮あたりから多くの人が来る。臨床寺には観音堂が薬師堂に併設されている。観音堂は大正年間に小木田町の梶田銀三郎より寄進されたものであり、いずれも長年の風雪に耐えてきたが、1970年に日清和尚が、 住職の第二改築工事が行われ現在の形となった。また、本堂も1983年に建て直され、2009年の改修を経て現在に至る。1950年に県文化財に指定された盆栄がある。室町時代の遠徳元年に作られたもので、名古屋の厚田神宮にあり、天正年間に織田信夫が父である信長の大宝へを、 清州の総建寺で行った際に、厚田神宮から、織田家がこの金を没収し、総建寺に収めたものと伝えられている。座談会愛知県春日が市里に島町105。ありがとうございます。